こんにちは、新谷正樹です。本日は大和郡山市犬方北町の方にございます、一戸建てのですね、ご紹介となります。こちらの物件ですね、4DK プラス、南棟ございまして、また駐車場もですね、敷地内に1台ですね、込みの物件となっております。はい、では私がいますですね、玄関スペースの方から順番にご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちらですね、玄関スペースとなっております。まあ、一戸建てということでですね、大変綺麗な、スペースとなっております。またですね、こちら、下駄箱の方がですね、設置されておりまして、はい、このようにですね、棚の方も大変大容量なものとなっております。はい、まずですね、こちらの扉の方を開けますと、はい、ウォシュレット付きの清潔感のあるお手洗いとなっております。はい、2階建てですね。まず1階の方から順番にご紹介です。こちらが、約、7畳ほどのダイニングスペースとなっておりまして、フローリングも大変おしゃれなフローリングになっております。はい、キッチンの方も見ていただきますと、キッチンもですね、上の収納が大変たくさんございます。キッチンの方もですね、かなり大きめのキッチンでですね、ご家族の方でも十分お住まいいただける物件となっております。またモニター付きのインターホンの方もついております。こちらの方にはですね、給湯器のリモコンがございまして、こちら、温度調整、また自動湯張り機能もついております。こちらが洗面所ですね、シャンプードレッサーついておりますし、このようにですね、アコーディオンカーテンの方もございますので、来客時もご安心していただけます。こちらバスルームですね。はい、バスルームの方にも給湯器のリモコンございますし、こちら換気窓の方もしっかりとついております。はい、ダイニングに面したお部屋で約6畳ほどのですね、和室となっております。まあ、こちらの和室の方ですね、つなげてもお使いいただけるかと思いますし、収納もですね、こちら押し入れ収納の方が、たっぷりございます。はい、こちらですね、はい、なんとですね、こちら使いやすいように棚の収納になっておりまして、まあ、こちらもですね、まあ、本棚としてもお使いいただけますし、いろいろな形でお使いいただけるような使いやすいものとなっております。こちらの方がですね、洋室、こちらも約7畳ほどの広々とした洋室となっております。はい、こちらの方がですね、前の駐車場のスペース、屋根もついてますね。雨戸の方もしっかりとついております。はい、こちら、ガスストーブ等ですね、置いていただけるスペースも大変おしゃれになっております。はい、こちらにも扉ございまして、こちらを開けますと、玄関の方に出ていただけるようになっておりまして、大変使いやすい間取りですね。はい、こちら階段ございまして、上の方に上がっていただきますと、はい、手すりもしっかりとついております。はい、まず右手の方ですね、こちら南戸となっております。はい、広さもしっかりございますので、季節物の衣類、また衣類と別にしたいもの等もですね、収納していただけます。こちらが約6畳ほどの和室となっておりまして、こちらの収納がですね、大変大容量ですね。はい、お布団も十分収納していただけますし、はい、上の方も天袋の方もございまして、大変収納力のある、和室となっております。はい、ではですね、最後のお部屋です。こちらが、こちらも約6畳の和室となっております。はい、広さもしっかりとございまして、趣のある和室となっております。また階段の上のですね、はい、このような収納スペースもしっかりとございますので、こちらの方でも収納をしていただけます。最後、こちらなんですけれども、バルコニーの方ももちろんございます。はい、このようなスペースの方がございます。周辺もですね、閑静な住宅地となっておりますので、こちらもですね、生活しやすいかと思います。はい、まだまだですね、お部屋の方ご紹介させていただきたいんですけれども、詳しいご内容は弊社のホームページでご確認ください。